右から4番目が、金銭の大馬印、2番目が、金の福部に、金の切り先の小馬印、6番目が、銀の反半きの小馬印。大阪の陣五郎なので、金銭や、双半きの馬印は秀忠に譲り、家康は福部の馬印を用いている。徳川家康の馬印は、徳川家康が、主に戦場や行軍で、自分の位置を示したり、 味方の意識を鼓舞するため、軍旗の他に用いた、木や竹などの柄をつけた、装飾物のこと。家康は、金銭の馬印を好んで用いた。家康は、金銭の大馬印を用いたことで知られるが、初期には、エンリエド・ゴング・ジョードのまといのみを用いたが、やがて金銭を馬印として併用するようになった。しかし、その由来や、使用開始時期には、諸説がある。 また、高馬印の銀の栗半月もこれに加えて、使用された。これらの馬印は、徳川将軍家の歴代にも受け継がれ、承持された。高馬印、金の福に金の切り先、及び、銀の総半月官営五路間の大馬印では、大徳院様になっている。大馬印、金銭官営五路間の大馬印では、大徳院様になっている。ま、いエンリエド。 ゴング浄土の旗、及び金字に、赤丸の大局期官英語路間の大馬印、色すり本、牧一、ゴ恩ゲ様、大徳院様、ご三夜以下。牧四、織田信長、豊臣秀吉。官営年間関ヶ原の戦い、大阪の人、島原の乱に用いられた、諸大名の馬印を収録。周囲流栄飛館、久保様、五旗馬印の記述、徳川三木に、 小牧長久手の戦いに、本人の象徴として登場。家康が出陣した戦いを描いた、合戦図屏風には必ず描かれているという。幕末の蕎麦、伏見の戦いの時、徳川義信は、大阪城から逃亡する際にこの馬印を城内に置き忘れ、凶覚、新門辰五郎がこれを拾って土まで送り届けた。幕府の古記録である。 流栄機館では、三河安城の七五不代の本田忠敬に由来するという。加賀本田博物館には、扇の馬印が所蔵されており、流栄機館の本だけ由来と符合する。流栄機館では、扇の馬印となっており、徳川三木にある金銭とは異なり、当初は金箔ではなかったのかもしれない。 流栄飛牧野さん、常山治段にある天文十四年第三次、安城合戦依頼説、A66 年牧野氏由来説の紹介後、それを否定する説の紹介。常山治段と同様に、岡崎氏氏では、牧野家由来説を否定疑問し、流栄飛行の記述とも符合。牧野家由来の下地村聖願寺での逸話を、一通り紹介後に、 かかることには種々の不解説が伝わるものと前置きし、金銭の馬印は、松平広忠の時代から使用していたという。あるいは、元本田平八郎忠隆の差し物で、あとこれを剣じたものという。広忠の安城気を失わて合戦の時に、本田平八郎忠とよが、広忠の扇義の馬印を受け受けて、身代わりに打ち死にしたとある。また、 本田や覚書及び、鳴島の海聖三河と風土記には、うおさむしろ攻めの時、敵兵が、松平清康の扇の差し物を目指して、岸田に迫る。ただとよ、清康の馬前に奮戦し、敵を退ける。その功を称せられて、扇の差し物を賜るとある。これより、本田家に伝わったものという。東三河の郷土資料の、 牛久保記に、書出の説。徳川家康が、今川軍の拠点の吉田城を攻略した際に、後に不大に列する東三河の牧野家の金銭の馬印を譲り受けたとするもの。後の牛久保密談記など、他の資料においても、記述内容は、微妙に異なるが、吉田城攻略の際にという日時場所は一致している。 常山治まおさむにある永六六年牧野市由来説、牛窪記にある説、牧野家三神君大原対するがこと、牛窪密団記の説、三河国宝藩軍史の説、下地村西願寺に伝わる。三河物語にある関連記述これは、永六六年の三河一行一揆の際に、徳川家康に反旗を翻した、石川島の石川新九郎が、 金の内輪の差し物をしていたという記述である。三河物語は、資料価値が高いと言われるだけに、徳川不代の石川氏から由来している、可能性もある。もっとも石川新九郎は、一期収束後も家康に許されてはおらず、内輪も、内輪、軍配の形とも受け取れ、金銭との関連は、不確かである。保安対抗期、金の扇の馬印。 峰脇より、朝日の出るがごとく、押し上りたり、徳川幹金銭の馬印遥かに、見揺れば、徳川殿出馬ありしというほどこそあれ、池田。森が、人数は、山際より、扇の馬印朝日に輝きをし出すを見て、巣は、徳川殿自ら来たりたもうというより、さあ弁とて、金の扇の馬印を押し立てて進ませたまえば敵は背を見て、 さてこそ、徳川の出馬有志ぞ。ありがとうございます。